政府は ODA の基本方針をおよそ11年半ぶりに改定しました名称は開発援助から開発協力に変わります政府はこれまで他国の軍への支援を禁止してきましたが今後は非軍事の分野に限って認めます 具体的には、災害救助や軍の病院の改修、海上警備のための巡視艇の供与などが想定されていますが、こうした資金援助が、軍事転用される懸念も残されています。より戦略的な開発協力を推進し、国際社会の平和と安定および繁栄により一層貢献していく。 開発協力大綱では安倍政権が掲げる積極的平和主義に基づいて ODA を戦略的に活用する方針が明記されました ODA を軍事や国際紛争の助長には使わないという大原則は維持するものの相手が軍であっても非軍事目的ならば ODA を使った協力が可能になります大綱ではこうした支援が軍事目的に転用されることを防ぐため 実質的的意義にに着目し個別具体的に検討するとなっています外務省や JICA ・国際協力機構などが流用の可能性がないか慎重に検討する方針ですが本当に流用を防げるかは不透明です。